見えるここに立ち、いつも振り返ることがあるよ。大きな立ち、何もかも変わり果てていても変わらない真実のストーリー。出会えた一人一人の笑顔の先に見えたよ。急がず焦らず行こう。 I call it my little saveさあ今週もやっておりました週刊バイク TV、 もう口も凍らんばかりのこの寒さがやってまいっておりますが、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。寒さに負けずにバイク乗ってますか。バイク乗らんで何の人生か、私も人です。そして回路を張る場所は肩がおすすめです。バイク大好き平島なつみです。冬場は過ごしやすくなりましたからね。だいぶそう、いやもうそんなお父さん世代の頃はこの辺カピカピでしたから鼻汁でなんか新聞紙とか言ってますよね。新聞紙、ね、あとね昔は長袖の T シャツ自体があんまりなかったから、へー、だから半袖を重ね着して上からトレーナー着て、で MA1 とか、うん、偽の MA1 とか偽のそう燃えるやつ今やもだってウェアもバッチリですもんね。いや本当ですよ、もうなかったら生きていけないです。もう電熱のこうあったかさを知ってしまったら、うん、なしでは冬はツーリングできない。すごいですよ。でもオープニングだけはちゃんと着てないですからね。そうだってどんどんデブみたいになっちゃうから大丈夫ですよ。もう俺なんかもう諦めてますからね着てますか今も。着てますよ、もうバッチリ着てますよ。あ、もう着ちゃってるんですね。バッチリ着てる。ここにバッテリーが一つあって、ここに送信機があるのですごいですよ。もう全身がもうパンパンですね。パンパンですね、はい、パンパンです。で今日は何やるんですか。今日はあの YSP にまた行くって、またとか言っちゃったけどでもね、またお邪魔させていただけるということで。いやいやいや、今回はヤマハのバイクといったら番組でおなじみアンフィニスポーツグループ YSP 船橋から、世界のあらゆる道を疲れを知らずにロングディスタンスを走りきる最上級のオールラウンダーアドベンチャーツアラー XT1200ZE スーパーテネレと、ゆったりと鼓動を味わう走りから意のままに操れる俊敏かつ力強い走りまで思いのままに楽しめる MT-07 アンフィニスポーツスペシャル、日本未発売のカラーリング仕様の2台です。07のこのカラーって見たことないよね。え、私も初めて見ました。うん、なんかちょっと日本っぽくないですか、白地に赤って。勝手になんか私だからあれ、なんかこんなカラー日本カラーみたいな発売されてたのかなと思ってたら違うんですね。違うかもしれませんあとねマフラーも違うんですもんね、はい、あ、そう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 、これ中さんとこのね SP 忠夫さんとこのマフラーで、いつもは足つき研究所のカスタムが入ってますけど、これノーマルらしいです。ノーマルでなっちゃんが両足のつま先、つま先ですね、うん、いい感じじゃないですか。両足ついたらもうこれ両足ついてますから、うんうんうん、またかった印象的には、いやもう私このなんか MT シリーズはやっぱりこうポジションがもうめちゃくちゃ楽じゃないですか、うん、だからもう乗り心地がどの排気量であっても好きなんで、うん、特に07はよりなんか結構上位に来ます MT のシリーズの中でも。なるほど、はい、まあね、本当にねあのプライスも良いプライスですし、うん、車格にしても、ビギナーからベテランまで楽しめる、うん、そんな感じの、性別も特に問わない、うん、そういうパッケージになってるなと俺も思いますね。続いてはスーパーテネレです、ね、しかもこれ乗るなら、はい、もうヒールコンクラーの履きます、うん、ね、そのコンクラーが分かんないですね、まあ、ここの長さなのか、まあ、10センチぐらいここつま先プラスされてるないと、まあ、すごいね。まあ、そしたら乗れますよ。乗れなくもないです。乗れなくないです。今日はスニーカーだからです。グキッてですね。なんか諦めたくないですか。いや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 。いやもう本当に。じゃあちょっと増田さんお願いします。あの、あったかそうなおじさんが乗るとこうです。まあ不安はないですね。で、最近のバイクには珍しくタンクエンドからカウルの先までの
長さが長いです。これはあの何でしょう、80年代のバイクブームで育った人たちにはちょっと馴染みがある。今風の子たちはみんなこれがもっと短いので、大概このキーボックスあたりのところにメーターがある感じかな。うん、それでも遠いかなと思うぐらいだけど、これね穴にこうパコッとはまってるので、ね、ああ本当だ、これで、あ結構上まで上がるんですね。そうそうそう、結構これあの一応こう3段階ぐらいかな、でこう動く形になる。だこんだけの高さがありゃもうやっぱ楽勝でしょ。いやいいですね、うん、しかもなんかこうメーターが結構視線の先にあるのがいいですね、うん、なんかこうやっぱ下げちゃうじゃないですか、目線がどうしてもついメーター見ようとすると、こう先にあることによってそのメーターを見る、なんかやっぱ大きいバイクだからそういう不安感とかもここにあるのめっちゃいいですね。なるほど、そんなこと言ってる間に寒いから俺はちょっと上げてまあだってここまで来ますからね、うん、さっきまではこれぐらいですから、だいたいどうだろう、10センチ、15センチぐらい変わるかな、うん、でもここまでだったら首に抜ける風とかもなんかカバーできそうですね。そうですね、すごい。で変えましょうか、あのブー使ってこようかな。そうですね、ということで、今週はこの2台をしっかり試していくんですけど、はい、まあ最終的には YSP 船橋に行くんですって、はい、なんですけどせっかくですからちょっと遠回りしましょうね。はい、それではみゆみゆよろしく。葉月みゆのホンダドリームに聞いてみよう。今回は千葉市国道51号沿いにありますホンダドリーム千葉中央からお送りします。お話はホンダドリーム千葉中央のくまちゃんのぬいぐるみのような大菅さんです。カニちゃんだよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近、はい、煽り運転とか社会問題になってるじゃないですか、はい、ニュースとかに流れてたりして、はい、車だとこうドライブレコーダーとか取り付けたりしてるじゃないですか、はい、バイク用のドライブレコーダーもあるんですか？そうですね、バイク用のドライブレコーダーもありまして、バイク用のがあるんですね。そうですね、バイク用ですので、まあ、まずは防水、あとは防塵、防塵、はい、まあ、ホコリが入らないようなものが、あのバイク用のドライブレコーダーになります。なるほど、こうバイクの前とかにつけるものなんですかね？そうですね、バイクの前につけるものもございますし、あとは前後でつけるような、こういう2カメラのものもあります。なるほど、はい、先生、この小さいカメラでどこにどうやって取り付けるんですか？バイクによっても取り付け方は変わってくるんですけども、例えばネイキッドタイプのバイクですと、はい、ミラーのところに取り付けたり。ミラーに取り付けるんですか？はい、ミラーがこうネジで止まっているところがあるんですけども、はい、そこに、こういったステーがありますので取り付けていただいて、カメラ、あ、こういう風になるわけですね。はい、あ、なるほど。このちっちゃいので結構範囲とかって映ったりとかしっかり映るんですかね？結構広範囲が映りますし、うん、あとトンネルの中に急に入った時に、明るいところからすぐ暗いところに入った時にも、まあ、きっちり映るようになっていたり。そんな機能があるんですね、はい、あと夜間撮影も結構綺麗に撮れたりします。あとこのタイプだとヘルメットに取り付けるようなステーもついてますので、うん、ヘルメットに取り付けて景色とかを録画することもできます。で先生、このちっちゃいのと大きいのの違いって何なんですか？2種類こうやってありますけど、はい、ちっちゃい方はバッテリー内蔵タイプですので、はい、ヘルメットとかにも取り付けることができます、うんうん、でこれの一番の特徴としてはバイクから電気を引っ張ってこれることもできますので充電しながら使うこともできるタイプですね、うんうんうん、でこちらの方は、はい、もう常にバイクの方から電源を供給するタイプになりますので、はい、持ち運んでこう取ったりはすることはできない、できないです、ね、じゃあもうずっと取り付けっぱなし。そうですね。なるほど。でもこれこの配線とかしなきゃいけない取り付けって、はい、やっぱちょっと難しかったりしますよね。そうですね、バイクから電源取るタイプは配線取り回したりしなきゃいけないですし、はい、前後カメラがあるタイプになるとやっぱり前のカメラと後ろのカメラの配線こう引っ張ってこなきゃいけないので、やっぱそうですよね、はい、難しいですね。結構取り付けは難しくなりますね。そういう場合はどうしたらいいんですか？そういう場合、うちでもドライブレコーダー扱ってますので、はい、ぜひ相談していただければなと思いますので。はい、ホンダドリームですね。はい、はい、でずっと視力値を持ってたんですけど、はい、あれ何ですか？名前書いてありますよね、先生の、はい、ホンダドリームで、行われました、スタッフ技能コンテスト、まあホンダドリームのメカニックが、
コンテストを受けるんですけども、はい、それで全国大会に出場することが決定いたしました。すごいですね。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ここでホンダドリーム千葉中央からお知らせです。新型アフリカツイン試乗キャンペーン開催中。さらに進化したアフリカツイン、最上位グレードには電子制御のサスペンションを搭載し、走りのトータルバランスを高めます。またアップルカープレイ搭載でツーリングも安心です。この機会にぜひ新型アフリカツインの試乗をお待ちしております。今回は YSP 船橋おすすめのヤマハ車 MT-07 とスーパーテネレをインプレッションします。今向かってるのは、ね、はい、高速道路方面ですね。もう船橋じゃないんですか YSP？ いやいや、船橋だとすぐじゃないですか。はい、すぐ。だし、混んでるでしょ今。そうですね、はい。なので、なんか軽快に走れるところに行きましょう。ああ、いいですね。せっかく乗ったら走りたいですよね、やっぱり。そうだよ、そうだよ。それでは船橋とは真逆に進む高速インプレッションです。足で挟んでる時の細さ、軽さは本当にすごく、それは乗りやすいんですけれども、こう大型に思えないその軽さにもかかわらず、やっぱりしっかりとした力強さはあるんですよね。それやっぱり、やっぱ排気量 700cc あるだけあるなっていうのももちろん伝わってきます。軽さがある分、今回ちょっと横風が強かったんですけど、そういう時に大丈夫かなって不安になった時も、しっかりこっちがニーグリップして落ち着いて運転することで、流されることもなく高速を走ることができました。私自身はアップライトなポジションがもともと好きなんですけど、無理せず操れるっていうのが本当にいいところだと思います。なので、こう大型車だからっていうのでちょっと尻込んじゃう人もいると思うんですけど、そういう心配することなく、自分でしっかりとこの子を操ってあげるんだって気持ちで、なんかこう運転してあげるとより楽しく乗れるんじゃないかなって感じました。続いてはスーパーテネレの牧人さんです。もう10年選手です。で、ユーザーたちになぜ愛されるかっていうところが今回試乗でよくわかりますね。ちょっと懐かしい匂いがする、落ち着ける風情を、佇まいをちゃんと持った、オートバイですね。気持ちを追い越さない、でもちゃんと遠くに連れて行ってくれる、しかもストレスなく連れて行ってくれる。電子制御サスペンションがついていて、もう足回りもしっかりしているんですよ。で、もうタイヤのチョイスも、スポークホイールではあるんですけど、チューブレスのロード寄りのタイヤを履いている。ということはどういうことかというと、ツーリング、ロードのツーリングをメインと考えて、ドカーンと長距離を走って、向こうで遊べる余力を、そのライダーに残してくれる努力をしてくれてる車です。270度クランクの細かいパルスだっと開けた時にはちゃんとしっかり答えてくれるんですけど、だから本当に乗ってみないとわからないですし、パッと見たらやっぱりおじけづくと思います。でも乗ってみていただきたい。このね、パラレルツイン全盛の第3次バイクブーム、ここで、10年選手の熟成しきった、もう売れに売れた、ね、このスーパーテンの旅に連れて行ってみると、多分あなたの知らない世界の先に連れてくると思いますよ。立山自動車道からアクアライン連絡道を抜け、東京湾アクアラインを走っています。こうやって海の上をこう改装していくルートっていうのは、東京近郊だとここぐらいじゃない？そうですよね。しかもこんな長い橋で ないですよね、ほんまに。そうですね。でもまあまあ、みんなもね、体験してみるといいですよ。まあなんかその走る価値がある道ですよ。おお、確かに。潮風を受けながら東京湾アクアライン海ほたるパーキングエリアでちょっと休憩。朝少し暑かった雲も取れ、海上に浮かぶ海ほたるから富士山を見ることができました。
そして、久しぶりのアクアライン。はい。海ホタルで U ターンして再び千葉方面に戻ってきました。海ホタルって何回行ってもあやっぱ綺麗だなって思います。でもこんなテーマパークみたいになって、なんかニュースに取り上げて、なんかデートスポットみたいななんかイメージがありますもん、海ホタルって。なんかやっぱ夜景は綺麗だわな、ここ。意外とこう、あとあのなんか流星とか見るのもちょうどいいんだよ。明かりが少ないからってことですか。そうね、周り遮蔽物ないし。東京湾アクアラインからやってきたのは、今回車両をお借りしたアンフィニスポーツグループの運営する YSP 船橋です。詳しい話はやっぱこの人に聞かないとダメです。自己紹介一つ。YSP 船橋の榊原と申します。皆さんお久しぶりです。今回もよろしくお願いいたします。すごいですね、甘髪が可愛い。君にバラバラハートは榊原ですから。今回もいいの出してくれましたね。と今回は、スーパーテネレと、はい、MT-07 の、海外向けカラーのニアに乗っていただきました。ね、見たことないもん、あのカラーリングは。はい、最近あの MT-07 が、国内向けのカラーが落ち着いたものにもなってしまっているの で、あの白赤っていう明るくて、あの綺麗な色、そちらの方をちょっと作成しました。ラインナップにあるわけじゃないんですか。はい、国内では出てないカラーリングですね。まあ、言ってしまえば、最新鋭じゃないですか。はい、して、まあ、スーパーテネレって結構ベテランでしょ。はい、リリースされてからどれぐらい経つんですか。スーパーテネレが2010年にファーストエディションとして出ましたので、19年モデルで丸9年になりました。今年で10周年なんですね。そうですよ、10年モデルでも、はい、懐かしさはあるんだけど、はい、古さは感じないんだよね。はい、なんかいろいろついてますもんね。はい、あのクルーズコントロール、これはもうツーリングの時にすごく便利な機能ですね。あと冬でもあの暖かいグリップヒーターがついていたり、サスペンションを電子制御でメーターで切り替えができるっていう機能もついてます。それすごいですよね。私乗ってないから、そんなにいじくってないからちょっとやり方分かんなかったんですけど、でもあれなんかそれをいじるのも楽しそう。そうですね、おじさんたちは最初のうちはマニュアルと取っ組み合いをしながら覚える感じです。それぐらい多機能ですもんね。はい、こと細かにセッティングできるんですよ。まあ、見た目がね、アドベンチャーなイメージじゃないですか。でもアドベンチャーもスポーツだったりクルーズだったりっていうのがあって、どっちかといえば落ち着いたハンドリングの、ツーリングをしましょうっていうツーリングにいざなってくれる、ね、しかもこうなんですか、日常使いもできるぐらいの感じ、でこうなんでしょうね、エントリーモデルとしてやったとしても、あの怖くないパワー特性がちゃんと選べるので、でね、ここまで極端にあのツーリングとスポーツのキャラクターを変えてるのもなかなか珍しいと思います。はい、だから本当にあのツーリングやと結構ダルなところが作ってあって、セッティングが結構絶妙なんですよ。だからね、あんまりたくさんありすぎるとしんどいんですよ。ちょっとやり方を覚えるのが、やり方を覚えるのもそうやし、どれが適してるのか分かんなくなっちゃう。だからあれですよね、あの成人式の時の女の子の着物とか、ウェディングドレスとか着すぎちゃうと逆に分かんないみたいな。すごいですね、男には全く分からないこの例の出し方が。でも女の子ウェディングドレスを着てみてください。いや女の子本当そう、選びすぎると分からないから、5個ぐらいでもう決めた方がいいみたいによく言われるんですよ。いやまあほんまそうやわね。でも本当にそういった意味でも、あの座面も広くて、ツーリングにものすごく適した形、でしかもこれもやっぱり車高はなっちゃんが乗れるぐらいにできたりするんですか。こちらのテネレの方でも、足つけ研究所仕様っていうにはできます。本当ですか。はい、汗が尋常じゃないですけど大丈夫ですか。矢島さんがいけるかなっていうところでちょっと汗が出ていや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 、でもね、いや、いけると私は思いますよ。まあ、私がやるわけじゃないから生きて。いやでもさ、気軽に言っちゃってますけど、なんだろう、今までこれは無理やろっていうのをクリアしてきた足つき研究所じゃないですか。まあ汗は出てますけど
はい、ね、もう君はだらだら汗が榊原ですけどね、あの店長に相談するアンフィングループの人たちに相談していくと、うん、そうやってこれは無理やなと思ってる車両に乗るチャンスが生まれる可能性はすごく濃厚。黙ったね。うかつなこと言っちゃダメなの？いや、そんなことはないですよ。そうですよね。はい、じゃあ、あれこれこれいろいろと試行錯誤して頑張りますので。すごいですね。あれこれっていうところで全部ぼかしたっていうところが素晴らしい。詳細はね。そうそうそう。でもそれでこうちゃんと日夜研究してますからね、うん、足研は。あの外様ですから言わせてもらいます。絶対にあなたが乗れるような状態にしてくれると思います。やっぱり最初乗れないとね、とっつきが大事、うん、ね、そこで好きになるか好きにならないか、ここですから。ぜひ店頭でご相談いただきたいと思ったりする。言ってあげてください、はい、もうどんどん店頭でご相談くださいませ。でもちろんあの YSP 船橋だけでなくアンフィニグループ全店でご相談受けてまいりますので、お近くの店舗にお願いいたします。はい、目にしみるぐらい汗かいてますけど今ポタンって落ちてましたからね、皆さんのお越しをお待ちしております。さて、ということでございまして、今週は個性的な2台、うん、ね、国内流通してないやつと、はい、ずっとこう競売されてきたやつと、はい、2つのモデルを見ましたけど、はい、いいっすね。はい、ありがとうございます、でもなんかあれですか、なんかお店としてお知らせとかあります？そうですね、この2020年から YSP 福島がアンフィニスポーツグループに、今回新たに加入しました、うん、はい、で、まあ、福島市、にございまして、まあ、東北地方の方、足つき研究所とかも YSP 福島では受けたまわりますので、どうぞご相談くださいませ。で、まあ、関東の、アンフィニグループのお客様もツーリングとかで行った時には YSP 福島に立ち寄っていただければと思います。よろしくお願いします。その他はですね、まあ、車両に関しましてですけれども、うん、となかなか他のお店ではない希少な車両っていうのが店頭にございます。例えば内見 GT、ただいま残りわずかですけど、まあ、即納できる車両があるとか、と YZF R6、こちらと3色ありますが全て残り少ないです。特にオレンジは、残り1台となりますので、ご検討中の方はお早めにしてください。いやー、ちょっと本当にね、グループだからわっさーって買えますもんね、はい、でもそれもパッと売れてしまう。いつか買う方法はないですから、なくなります。今じゃないと。そうです、欲しい時が買いたい時ね。だからぜひともそれはやっぱ買っていただきたいね。で、信頼できるどこに行けばいいんでしょうか。アンフィニグループ6店、思いのお店にお願いします。はい、ということでございます、うん、皆さんもぜひお越しになっていただきたいかと思います。今週はそろそろお時間でございます。お相手は私、真人と平島夏実と YSP 船橋の榊原でした。はい、ということでございます。皆さんまた来週、バイバイ。バイバイ。インフォメーションです。スズキでは4月30日まで刀ラッピング列車フォトコンテストを開催しています。スズキ賞、天浜戦賞の2部門で実施され、最優秀賞は刀ミーティング2020で表彰される予定です。春の浜松ツーリングで刀号と写真を撮ってみませんか。詳しくはスズキホームページをご覧ください。ここで月間プレゼントのお知らせです。こだわりの時計を生み出すケンテックスより、バイクライダーのために設計開発されたライダーウォッチという新しいバイクギア、モト R を1名様に。安心と信頼のセキュリティを生み出す世界的ロックメーカーマスターロックより、ナンバー可変式南京錠を2名様にプレゼントします。ご希望の商品を明記の上、宛先はご覧のところまで。ご応募お待ちしています。